今ですね、浜松市にいます。浜松市でどこにいるかというと、鈴木自動車というね、会社有名だと思うんですけどね、軽自動車もしくはオートバイ乗ってる方、鈴木自動車のやつね、乗ってる方いらっしゃると思うんですけど、その鈴木自動車の本社が浜松にあるんですけど、そこの本社、鈴木自動車の本社の近くにある木彫りという店に来てます。これは餃子屋さんなんですけどね、昔からやってる有名なお店でございます。浜松餃子ってのはね、ほんと最近すごく有名だと思います。餃子といったら宇都宮は有名だと思うんですけど、まあその次ぐらいにね、浜松って有名だと思うんですけどね。で、実際ここの木彫りっていうのは本とかに載ってて有名なところです。実際入ってみてですね、餃子大定食で、まあさっき頼んできたんですけど、1280円ということで、いっぱい食べれます。なんで餃子好きの人ね、もし浜松来る場合、うなぎもいいですし、 B 級グルメとして餃子を食べるというのね、いいかもしれません。まあ、他にもね、いっぱい餃子屋さんあるんで、まあ、本とか見ていただいてね、来ていただければと思います。ただこの木彫りに関してはね、すごく美味しいお店なので、お店、おすすめいたします。本載ってるんで、もしくはこの木彫りっていう風に書いてあるんで、そこを検索していただいて住所出てくるんでね、調べていただければ、車で来ることができると思います。ちなみに鈴木自動車の本社があちらが、今ここからだいたい400メーターぐらいのところにあります。おすすめできるところでございます。